当たり前が眩しいな。いつもの挨拶に心が晴れる。小さな会社の見慣れた看板、この街はみんなで支えてきたんだな。いつもの風景、あってくれてありがとう。今回は米原市のインテリア長岡さんへの会ってくれてありがとう。私が会ってくれてありがとうと言いたいのは、米原市にあるインテリア長岡さんです。光触媒を利用した抗菌消臭カーテンを作っておられます。健康に配慮したカーテンで家庭の安心安全を守ってくださっています。インテリア長岡さん、会ってくれてありがとう。温かい心の声をいただきましてありがとうございます。これからも頑張っていきますのでよろしくお願いします。インテリア長岡は縫製一筋、生活に欠かせないカーテンを作ってきた。そして創業40年を迎え、その集大成となるイノベーションを起こした。私どもが考えましたのは、光抗菌消臭ということで、屋内の電気 LED なので抗菌消臭性を伴って匂いとかそういうものを消臭するということで、新しくどこにもないっていうことで考えたカーテンなんです。今までの抗菌っていうのはどうしても人が触れたり口にしたりしているものを抗菌っていう形出したんですけども、これからはカーテンを通して部屋の空間を除菌したりクリーンにするっていうことでやっていきたいっていうカーテンなんです。光触媒とは、太陽光や電灯などの光と反応して匂いの元となる物質や細菌などを分解する技術。それをカーテンに応用するために滋賀県立大学と連携して研究開発を行い、特許も取得した。やはりその可視光の光触媒っていうのがちょっと色がついてるもんですから、壁にそのまま塗るっていうよりかは、もともと色がついててもおかしくないカーテン、しかも大面積の素材についてるっていうのはとても価値があって、おおむねの有機化合物ですね、そういったものが光で分解できますので、例えばその有害なもの、汚れですとか、あるいはその微生物ですとか人体に困ったものなどを分解することができますので、例えば病院ですとか、あるいは学校ですとか、とにかくその感染ですとかそういったものを防ぎやすい、防ぐ必要があるようなところですと効果的だと思います。こうして生活の必需品でありながら空間の安心安全を高めるカーテン、インが誕生した。この機械はイン加工といいまして、光触媒をさせていただいて形状記憶を整えて、で滅菌などをさせていただいて完成という流れになるんですけども、地域の金融機関もインテリア長岡の頑張りをサポートしてくれた。一緒に長岡さんの夢を求めて私らも支援できたらなということで、私の取引先でそのような取り組みを話しましたところ、非常に共感をいただきまして取り入れたいなということで、そうやってお客さんが皆さんこう喜んでいただけるっていうことが、私は地域密着型の金融機関として一番大切なことでないかなということを実感しております。商品を理解し導入してくれる施設もできた。五感の快適性ということを求めておりまして、特にその中で、嗅覚、匂いのしない施設が快適に過ごしていただけるということで、今回長岡さんが作られたということで採用させていただくような形になりました。もう感じをね、全然こんなね匂いも何もしませんし、木下さんにも大変喜んでもらっています。オリンピックがもう近々にありますので、うちの製品が、選手村とかのカーテンに貢献できるようなカーテンを出したいというのが
あの夢です。新しい安心安全の風がそよぐカーテン、インテリア長岡。会ってくれてありがとう。